ンド・ダガーは2018年から2019年に放送されたアメリカ合衆国のテレビドラマシリーズ。マーベルコミックのキャラクターをもとに制作され、フリーフォームから放送されたスーパーヒーロードラマでマーベル・シネマティック・ユニバースに属する作品である。オリビア・ホルト、オーブリー・ジョセフ、グロリア・ルーベンなどが出演した。アメリカでは2018年6月7日から放送が、 開始され、2019年5月30日に、第2シーズンで完結した。日本語字幕版はフールから配信されていた。2021年現在ではディズニープラスにて、配信されている。正反対のバックグラウンドを持つティーンエイジャーのタンディとタイロン。あるきっかけで二人は、特殊能力を手に入れる。一緒にいる方が能力が発揮できることを知った二人は、 行動を共にするようになる。クロークダガーの主要キャスト。ジョーダン・からオリビア・ホルト、オーブリー・ジョセフ、グロリア・ルーベン。2011年のサンディエゴ・コミコン・インターナショナルで、マーベルは本作の企画を練っていることを明かした。2016年4月、フリーフォームと契約に至ったことが発表された。 1> 第1シーズンは、批評集積サイトの6点トマト図に54件のレビューがあり、批評価支持率は89%、平均点は10点満点で7.54点となっている。また、メトクリティックには15件のレビューがあり、過重平均値は68、100となっている。第2シーズンは、6点トマト図に7件のレビューがあり、批評価支持率は86%、 平均点は10点満点で9.1点となっている。ありがとうございます。